さつき山動物園、毎週日本で唯一目の大股アイドルキーパーガールザオイロ担当マリーナこと浜田マリーナです。よろしくお願いします。はい、しますすごかった。じゃあちょっと久々にやりたいと思います。皆さんぜひ手を一緒に手遊びをしましょういきます。せーの、グーチョキパーで、グーチョキパーで、何作ろう、はい、何作ろう、右手がグーで、左手もグーで、ウォンバット、ウォンバット、はい、ウォンバット大好き、キパーが名前を担当マリナこと浜田マリナです。今日は、クイーンビーツ大阪ということで、ファンジェットワイさんに、一人になってから初めてね、戻ってこれてすごく、嬉しいです。そして楽しいです。皆さん最後まで楽しんで帰ってください。今日はこの後終演後物販なので、ぜひぜひ物販にも遊びに来ていただければと思います。あと3曲ね、歌っていくんですけど、とりあえず次の曲歌いたいと思います。もしね、裁量を持ってる人いたら、一緒に裁量も振っていただいたり、持ってない方は手を振ってね、一緒に盛り上がっていただければと思います。それでは聴いてください。ワンダフルデイズウィンターバージョン。
2曲なんですけども、告知をさせていただきます。次のイベントが1月11日の土曜日、はい、西九条ブランニューさん初めてなんですけどね、はい、出演させていただきます。詳細などはねツイッターなどに、載ってますので、ぜひぜひチェックしていただければと思います。11、12、13とね3連チャンでライブあるので、ぜひぜひ一現場でもお会いできたらなと思っております。で、物販ではね、エキパが初物販の方はチェキが半額500円で取れたりするので、でその場でね、ツイッターのフォローしていただくと、あの缶バッジが1個もらえたりもするので、ぜひぜひ遊びに来てください。この後主演が物販です。ではね、ラスト2曲は、みんなで盛り上がる曲なので、最後まで盛り上がって帰りましょう。それでは聴いてください、流れ星。あの日から今でもずっと
皆さん楽しんで帰ってください。この後主演コンパンでお待ちしております。以上キーパーガールズ青色担当マリナことはまだマリナでした。ありがとう。